商品レビュー専門、アバンテックの提供です。皆さん、電気スタンドってどのように選んでますかねあ、昔からあるものをそのまま使ってた。もう10年ぐらい買えてないな。そういう人、蛍光灯式が多いのかなと思いますね。蛍光灯式ですと、ちらつきは目立つんですよね。インバーター式ってのもありますけど、それでもちらつきはあるんですよ。それ今回提供しました、アバンテックの LED デスクランプ、DL97。LED 式ですね。最新の LED 式、そして 10W。 非常に明るいですよ。本体はこちらですね。非常に軽い。蛍光灯式と比べたら軽いですよ。そして小さい。電源は AC アダプター。そしてここをタッチすると電源が入る。3段階ですね。非常に明るい。直接見たら目が眩むぐらいですね。だから下向けてください。調整要素も柔軟ですね。結構傾けられる。これだけ調整要素があれば、本を読むとき、疲れない位置を探すの楽ですね。 明るさ3段階。それとこの柔軟性のある調整要素。あとここ、USB の出力ありますね。だからちょっとした充電できます。スマホを充電したいなと思ったら、ここに USB を挿す。充電されますね。これを机に置いとけば、読書しながらスマホを充電できる。あとタブレットを長時間使う人、これ接続しとけば、バッテリーの節約になりますね。ただ、1アンペアです。だから急速充電できないです。 電源取れるかなそのぐらいの感覚でいてください。読書とか書き仕事する人、照明が重要です。あ、もう照明10年ぐらい変えてない。20年ぐらい変えてない。適当にあったものを使ってる。あ、ちょっと暗いけど、まあいいか。そう考えてる人、ぜひこのアバンテックの電気スタンド、検討してみてください。最新式の LED 型、読書、書き仕事、デスクワーク、快適になります。